帝国が近づいてまいりましたので皆様ご着席ください開会に先立ち携帯電話の電源をお切りになるかマナーモードの設定をお願いいたします私本日司会進行を務めさせていただきます 公益社団法人野田青年会議所野田活性化委員会副委員長の鈴木真一と申しますどうぞよろしくお願いいたしますこれより討論官進行につきましてルールのご説明をさせていただきます皆様には大変恐縮ですが 法律の遵守と円滑な運営のため、次の注意事項にご協力をお願いいたします。会場におけるやじ、罵声、声援など、立候補予定者の発言を妨げるような言動は一切禁止します。プラカードの掲示や宣伝活動など、 特定の立候補予定者のイメージをアピールするものはご遠慮願います立候補予定者の拍手は開会時閉会時あるいは司会者及びファシリテーターがうな促すとき以外はご遠慮ください客席から立候補予定者への直接の質問等は一層 一切ご遠慮願います主催者側が許可した場合を除いて会場内での録音撮影録画等はご遠慮くださいさ、えー、先ほどにも申しましたが携帯電話の電源はお切りいただくかマナーモードに設定をお願いします 以上のルールを守らず、ファシリテーターおよび被災者側が目に余る行為と判断した場合は、即刻退場していただくこととなりますので、ご注意お願いします。また、入り口にて皆様に配布しました、会場質問用紙およびアンケート用紙ですが、 会場質問用紙については討論会途中にスタッフが回収に参りますそれまでに立候補予定者に質問したい内容についてご記入をお願いいたします 次にアンケート用紙ですがこれは私たちの活動の参考とさせていただきたいと考えておりますお手数ですがご回答いただきお帰りの際出口の投函箱にお入れいただきますようお願いいたしますそれではこれより討論会に移りますご着席の上今しばらくお待ちください 大会宣言鈴木正明君、はい、ただいまより、野田市長選挙、立候補予定者による公開討論会を開会いたします。 はじめに、本日公開討論会の実行委員長であります、公益社団法人野田青年会議所、野田活性化委員会委員長、菅野拓司君より説明をいたします。皆様本日はお忙ししいい中ご来場いただきまして 誠にありがとうございます。公益社団法人野田青年会議所、野田活性化委員会委員長を務めております、菅野と申します。よろしくお願いいたします。来る6月24日、野田市長任期満了に伴う選挙があります。本日はその選挙の立候補予定者に、この公開討論会という場において、 自らの言葉で政策やビジョンを語っていただくことにより、市民の皆様にとっては、これまで十分に知る機会を得ることがなかった立候補予定者の理念を理解し、人柄を感じ取ることができるほか、立候補予定者の方々にとっては、 市政に対する自らの思いや考えを市民に訴え、理解していただくことのできる貴重な機会として捉えていただけるものと考えております、そしてこの場に参加していただいた皆様方には、地域に密着した政治がより身近なものとして考えていただけるようになる。 ことを目的としております皆様本日は最後までよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれではこれより討論会の進行役であるファシリテーターが入場いたします皆様。 拍手を持ってお迎えください。<手>ご紹介いたします。公益社団法人野田青年会議所理事長、岡田慎吾君です。これ以降の進行は、ファシリテーターにお任せいたします。 皆さん、こんばんは。本日、ファシリテーターを務めさせていただきます。公益社団法人野田青年会議所理事長の岡田慎吾と申します。本日は、本当にお忙しい中、多くの皆様にお集まりいただきまして、心より感謝申し上げます。今回の討論会は、政治を身近に感じていただき、立候補予定者の 意見をこの会場の皆様により深く理解していただくために開催することとなりました本日は最後までどうぞよろしくお願いいたしますそれでは着座にて進行を進めさせていただきたいと思います まず討論に入る前に注意事項をいくつか申し上げます先ほど司会からお願いした通り報道関係者等許可された以外の録音、録画並びに館内を移動されての写真撮影プラカードの掲示や宣伝活動はご遠慮願いますまた、候補者予定者に対する誹謗中傷 野とは絶対行わないいようお願い申し上げますまた、立候補予定者に対するあ、また、拍手や声援等についても開会時、開会時、閉会時には、司会者およびファシリテーターが促すとき以外、ご遠慮を願います。以上を守っていただけず、討論会の進行に妨げになるような行為を行うものに対しましては、 私の独断で退席していただくことになりかねますので、あらかじめご了承ください。それでは、いよいよ本日の討論会のパネリストであります、立候補予定者2名の皆様に入場いただきます。開会に先立ちまして、行われましたくじ引きで決定した席順での入場となります。それでは、皆様、どうぞ大きな拍手でお迎えください。 それではまず始め、始める前に、回答時間のご,すめご説明をさせていただきます。回答時間はタイムキーパーが結束しており、1分でプラカード、秒30秒前で青サイン、10秒前で黄色サイン、終了で赤サインとさせていただきますので、持ち時間厳守のご協力をお願いいたします。また、発言はファシリテーターを介して、 お願いいたします。本日は選,選,選挙公示前でございます、選挙に対する事前運動にならないよう、ご注意だください。皆様の自己紹介及び野田市長に立候補した理由、自身が持つ政治理念、信条についてご意見、あついてご自身の考えをお聞かせください。 持ち時間は5分ですそれでは、えー、高原さんからお願いいたします本日はちょうど主婦の皆さん方にとっては大変お忙しい時間帯であにもかかわらずこのように皆さん多くの方々のご参考いただきましてありがとうございます私今回、えー、6月24日の市長選挙に立候補させていただく予定の高原光雄と申します、えー、今。 立候補した政治理念とか心情とかっていうことでございますけれどもちょうど5分にまとめて話すいうのは非常に難しくて私も頭が悪いもんですからいろいろ考えたんですがとにかく私は小学校の時がちょっと変わっておりまして政治に対して非常に興味がありましてそれでよく生意気なガキだといって殴られた記憶があります。一つ例をを挙げるなならばちょうど我々若い頃にはよくデモやなんかを あの安保条約批准うんぬんというようなことであのデモなんかも行われていたんですがその60年の頃の安保の話で私は小学校の34年生の頃だったと思いますけどもうちは商売をやっておりましたのでお男の方も出入りが結構ありましたそんな関係で男の人を見ると捕まえてあのおじさん、日米や安保って何ってこう聞くんですね。そうすると 俺にそんなこと聞いたって分かんねえよってこう、まあ、ほとんどの人がそう言うんですよ。その時に私が何て答えるかっていうとあ大の男の大人が政治のこと分かんねえなんて言ってるといつまでたっても世の中よくなんないよって言うとこの野郎生意気な野郎だって言ってこう殴られたというのが一つ <laughs>、えー、記憶の中にございます。そして、えー、私は中学校の頃からいろんな人と政治の話をする中で 中学校の3年生あたりから朝日ジャーナルっていう今でもありますけどもそれを読み出して高校になってからは毎日新聞からエコノミストっていう週刊誌月刊誌も出されてそれも読むようになり週刊ダイヤモンド月刊ダイヤモンド価値ある情報とかですねまあなんだかそんなものばっかり本人読んでて分かってるのか分かってないのか今振り返ってみるとよく分かりませんけどもまあそんなことをそんな本を買って読むのがうんまあ趣味だった。 そして中学校の頃からいつも言ってたのは皆さん政治に無関心であっても無関係ではいられませんよということですねよく私があのいろんな候補の遊説に行きますとあ必ずその話をします若い人たちというのは俺たちには関係ねえよとこう言うんですねでも考えてみてください税の税率にしても道路一本問題にしても 道路、例えば市道、県道、国道があります、それから税にしても、例えば今、盛んに問題になっております、消費税の問題にしてもそうです、電気の値上げの問題なんかもそうですけども、そういういろんな面で国で決められていくわけですね。で、関係ないと言った人は、じゃあその中に巻き込まれないで済むのかというと、例えば電気料金の値上げにしてもそう、それから消費税の,その上がった分の支払いにしてもそう、必ずスーパーへ買い物に行けば、 そそれはその分をを払わわざるを得ないわけです,ですから、えー、皆さんに政治に無関心だ俺は関係ねえよよく言うけどもそんなことはありませんということが私のいつも言うことでしたそしていいとか悪いとかは別にしてこの例えば市長選挙もそうですし大きな選挙の場合、えー、無,無競争になるということは4年に一度のこの皆さん方に与えられた 自分たちの意思を政治に反映するということから言えば、ですね、これは一つの大きなチャンスであるわけですね、それを無競争にしてしまうということは、私はちょっとどうかなというふうな日頃の考え方でおります。ですから今回もまあ根本さんが立候補されるということに決まった中で、そのほか誰もなんか立候補するという声が上がらない中で、それじゃあというんで、私がということでもう私も、 司会議員で5期お世話になってもう10年辞めて10年余り経ちますそういう意味ではもう過去官僚の人だと思っております野田市ではただあの県とか国とかの方向ではあのいろいろ活動はしてまいりましたけども野田市においては全く忘れられた人間になっておりましたからそういう意味から言ったらあのどうかなと自分で思ったんですけどもまさしく織田信長が 今が吉本の隊列に突っ込んでいくような気持ちで、後ろ振り返ったら誰もいないかもしれません、現実は、そのぐらい厳しいものかとも思いますけども、それでなんとなくこう自分に心のけじめをつけたいということで、今回、立候補させていただきました、ありがとうございままますははいいいいありがとうござしししたたそれでは、えー、続きまして根本さんお願いいたします。 今テーマとして与えられた点についてお話しさせていただきます市長選の立候補予定者の根本でございますあの野田市民の暮らしやすさと利便性の向上に向けましてさらに合併後の新野田市の市民のためということで一生懸命市長職を務めてきましたそれなりに進んできたと思っておりますがやり残したことがございます仕上げの一期として引き続き市長をやらせていただきたいというふうふに考えています 清掃工場の問題、現在、位置選定中でございますが、計画ではさらに3割ゴミを減らすんだという話になっております。まあ、これをですね、過去を振り返ってみますと、平成7年に新しい収集制度を作ってから、3割減らしてきました。それをさらに3割減らすという、大変厳しいテーマでございますので、なんとかこれを私がやっていきたいというふうに思っております。駅、駅。野田市駅 まあこれについては、後と駅の東西については、もうすでに整備が進んでおります。問題は、溶火堂がまだ来ないということでして、これを早く早期立ちさせたい。また、野田市駅については、用地の先買いが終わりましたので、いよいよ工事に入ります。えー、これについて、早くレールに乗せたいということ。また、上町地区の二工場の跡地、まあ、これを使いまして、にぎわいの創出と特用の整備、まあ、さらにその周辺での買い物弱者数。 の対策ををややっってていいいいくととうことをやっていきたいと連続立体交差事業については、今年から工事に入っております。いよいよ伏線化の話をですね、えー、詰める時期に来ておるというふうに思っておりますし、8号線の計画期間、あと4年でございますので、着工のメドを立てないといけないと。それから、積外との関係で、紳士建設計画の関係でございますが、ほぼメドが立ちました。ただ、70億円使い残しております。合併特例債が、 えー、ここで10年間延長されるということになりましたので、新しいものを計画の中に入れていく、まあ、そういうことで新士建設計画の変更をして、それを進めていきたいと思っております。また、農業施策について、まあ、こで自,自然の保全とのと取り組みと一緒にやっていくつもりでおります。堆肥黒酢という形で、順調に原化学肥料、原農薬の仕事を進めてきました。 さらにここでですね、お米に付加価値をつけたいと。まあ、そんな作業をこれからやっていきたいと思っています。福祉施策等々については、各種計画に沿って進んできております。まあ、待機児童がなくなって、学童の過密化もなくなりました。老人施設の整備も進んでおりますけれども、第五期の計画で決めておる施設整備、まあ、在宅支援も含めましてやっていかなくちゃいけない。さらに申し上げますと、障害者施策について、 同人施設との融合を含めました第2の福祉ゾーンにおける整備、まあ、こういうものをやっていきたいなと思ってます。まあ、雇用施策について、無料職業紹介所、職訓センター、さらに中小福祉サービスセンターと3本の柱で各種施策を進めてきましたが、まあ、ここへきてパーソナルサポート事業を進めていくということで、さらにこの雇用対策を進めていきたいと思っておりますし、 公約条例のさらなる展開というのを考えていかなくてはいけない。まあ、そんなふうに思っております。行政運営の基本的なスタンスだけ申し上げておきたいと思っております。えー、これについてはですね、限られた財源をいかに有効に使うかということでございますので、行政改革は必要だと。しっかりこれはやっていかなくてはいけないと思っております。ただ、市民サービスの質は落とさないということが合わせて必要であろうと。 いうふうに思っておりますそういう意味で普段の行政改革は必要ですけれどもあまり袖が過ぎてはいけない温かみと優しさのあるそんな行政を進めていきたいそんなふうに思っております以上ですはいありがとうございましたそれでは次に最初の討論テーマといたしましてそれぞれ優先的に取り組む 野田市の重要政策についてお伺いしたいと思いますお一人5分以内でお願いいたしますそれでは根本さんからお願いいたします、えー、まずですね3月の11日昨年の3月の11日を経験しております今一番やらなくちゃいけないのは防災対策の充実ということだというふうに思っております同法無線について この整備については、もうすでに始めたところですけれども、年内に完成すると思っております。ただ、学校のです、ね、耐震化の問題については、これからもうしばらくかかります。先ほど申し上げました合併特例祭の有効活用という、やることによりまして、あと3年以内にですね、これを全部仕上げてしまいたいと、まあ、そんな話を考えております。防災計画の見直しにつきましては、 一番のポイントはどのくらいの被害想定をするかということだという,ふうに思っております東京湾の北部のを、えー、震源とする地震については東京都の調査ではマグニチュード7.3これは私たちが今持っている計画と同じ計画で数値でございますただ問題は浅いところで地震が発生するという点でございますまあ、この点で震度が大きくなる まあ従いまして、その震度を想定した中でですね、できるだけ市内を細かく刻んで切ってみまして、50メーターぐらいで切ってみたいと思っておりますけれども、その中で、実際にそこの地盤がどうなっているかという想定のもとで、その中で想定震度、どのくらいになってくるかということを考え、液状化が起こるかどうかということを考えた上で、 さらににそのことに対して被害想定を作っていくで被害想定は建物の倒壊ですけれどもこれに加えて冬場の夕方風の強い時を想定した時にどれだけ延焼するかということを考えて実際の被害,を作被害がどうなるかということを作っていきたいでそんな中でそれを元にした時の避難場所の適正化これでいいのかどうか悪いのか。 まあそういうことも調べなくてはいけないというふうに思っておりますし、また、備蓄の量もどのくらいにしていくか、現在、学校ごとにこれはやっていかなくちゃいけないと、そんなふうな思いでおりますけれども、それをどういうふうにしていくか。特に計画を作るときに重要なのは、女性の立場としての被害想定というのが今までできてなかったという点が一つあります。で、もう一つありますのは何かというと、 障害者、それから高齢者の視点というのも抜けてしまっておったと、まあ、こんなことをですね、えー、考えながら、私たちとしては、新しい防災計画を作り上げていかなくてはいけないで、それを確実に実施していくと、なるべく早くやりませんといつ起こるか分かりませんので、そんな対策をしていきたいというふうに思っております。えー、最近の 断水の事故で我々は私自身がが反省ししななくちゃいけないけところがありました無線の話については先ほど言いましたように急いでも作りますという話をしておりますがもう一つ井戸水を使えないかという話があります井戸の登録制度を作る、まあ、そのことによって一般の地域にある井戸をですね使ってもいいよという方についてはこれを 我々として使,使わせてもらうような形で、登録をしていくという形にしていきたいと思っております。そうすることによって、安心して、えー、我々として、ですね飲み水について、まず大丈夫だと、生活様子についても大丈夫だということができてくると思っておりますので、そういう点についても考えていきたい。まさに今回、私がやらせていただきたいのは、この防災対策についての、 重点的な取り組みということでございます以上ですはい、はい、ありがとうございましたそれでは続きまして高原さんお願いいたしますはいそれでは描いている野田市の将来のビジョンについてということでございますけれども私は今市長さんから防災の方のお話いろいろ伺ってるるなるほどと思うところもございましたで私は私でまた違った観点の方から話をさせていただきたいと思います 私はあのこの野田の昔で野田銀座通りという一番の中心街の中で雑踏の中で育ったものですからあの当時のですね土曜日曜肩ぶつかりながら多くの方が商店街で買い物をしたり映画を見に来たりという野田が統括地区のある程度文化の中心地みたいなところがありました。そういうい中で育っっててきたものにとっては今 商店街が野田市内から消えてしまったっていうことに関しましては非常に、えー、寂しく思っておりますその分あのいろんな地区での開発はされて例えば七高台なんかもできてますしいろんなところにそれなりにできてますけどもこれからですねまずそういうことに関して考えなければならないことっていうのは一つございますそれは日本に限らずこれから韓国も中国もいろんなところでそうですけども 人口の減少と高齢化っていうものは特に日本の場合今今の段階では世界の最先端いい意味じゃなくて最先端にしておりますそういう中でこれからは自治体の経営というものをもっともっとコンパクト化していくというコンパクトシティという考え方でございますと言いますのは例えば一つ言うならばあの山間の方の山の中間地 あの山間へ地ちっちゃ申し訳ないんですけどそういうところに老夫婦が住んでましたで子供さん方は成長して仕事の関係で東京に行きましたもうふるさとには戻りませんだけどお父さんお母さんにこっちへ出ておいでよって言ったらやはりそういう目の回るような生活は嫌だとここで、えー、ずっと何十年も生活してきたんだからこっちで我々は死ぬんだからいいんだというお父さんお母さん方もいっぱいいらっしゃいます今でもいらっしゃいます そういう中で2人のうちはまだそうやって元気で、えー、頑張ってらっしゃるんですけどこれでどちらかが亡くなられたりしますと1人になりますそうすると考えてみてください例えば雪の降る地区ですと道路そこに1軒しかなくても道路の雪かきもしないと例えば救急車も行けません消防車も行けませんそれから電気ガス水道のインフラの整備もそこを1軒のためにやらなければなりませんそういうことでそういう方々にはですね 今度駅の方に出てきていただいて例えば営住宅高齢者用の市営住宅の中に住んでいただくと駅にも近いショッピングも近いそれから役所も近いということでそういうふうにして何か所かにです、ね、こうまとめて集中していくそれによってインフラの,あの整備にかかる費用を上げないようにしていくということを考えていかなきゃならないんですね。 これはもう日本全国、もうどこの都市でもそういう宿命があります。今現在、2010年度には日本全国では約9兆円のそうインフラを維持するためのお金が使われていると言われます。そして2030年にはこれがなんと16兆円必要になってくる。皆さん考えてみてください。例えば東京にしてもですね、首都高速道路。これテレビなんか見てますと、だいぶその下の,あの基礎部分が あの、傷んできてて、いつ崩壊してしまうかわからないような状況になりつつあるという、あの、テレビでも放送もされてました。そういう、あの、維持管理もこれから考えていかなきゃなりません。そうすると、それこそ一軒のために橋を何百万もかけて修理したり、舗装もしなきゃなんないとか、そういうお金は無駄と言っちゃ申し訳ないですけども、そういうお金も随分、あの、来てもらうことによって削減できます。 そんな関係でその、コンパクト化していくと、それから例えばあの、最初に冒頭に話しました商店街の関係ですけれども、千葉県はあのーあち、野田市は千葉県から行きますと、昔は千葉県のチベットとか、千葉県の盲腸とか言われたところですけれども、逆言えば今、関東地方の真ん中なんですね、関東地区の、関東平野の真ん中なんです。 ですから、例えばイベントにしてもですね、あの、近隣多市を巻き込む。例えば、茨城県だったら、境町とかですね、岩井市とかですね、あの、埼玉であるのは、沙手とかですねあの、栃木とか、あとは、えー、群馬とかですね、そういうところを巻き込んでイベントをしていくということが、私は必要だと思っています。ですから、例えば、5県を走り抜けるサイクリング大会とかですね、例えば、関跡城には、あの、関根金次郎さんという、将棋の名人がいらっしゃいましたが、 その例えば人間将棋大会をやって今天道でもそれをやってますのでお互いにベスト3になったところがあのじゃあ今年は天道でやる今年は関谷でやるとかというふうにある程度マスコミの注目を受けるようなことも必要だと思っておりますよろしくどうぞありがとうございますはいありがとうございましたでは次のテーマですそれぞれが描いている 野田氏の将来ビジョンについてお話しいただきたいと思います。このテーマも一人5分内でお願いいたします。今度は高原さんからお願いいたします。は、私今勘違いしておりました。えー、と2番と3番と勘違い <laughs> すみません。<laughs> なんか変な変な話になっちゃう今と、そうしますとですね、将来のビジョンって引き続きみたいな話になってしまいますけども、そんなことでですね、あの。 千葉県の,この野田市という地区は関東平野から行けばまさしくど真ん中とだから私が今回例えば選挙で受からなくてもぜひ根本市長さんがもし誕生されても検討していただきたいと思いますけどもあのいろんなイベントをですねこう企画することによってなていますかね本当に近隣を巻き込んで活性化していく野田市一つだけじゃなくてそして例えばですよあのラートっていう 訓訓練練道道具具飛行士の訓練道具がありますどういうものかというとはし,をはしごを丸くしたやつでですね中に人間が入ってこうぐるん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 ってあのカルピスのコマーシャルかなんかでご覧になった方もいらっしゃると思いますけどもあのはしごの中でこうブ,ルブルン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 ってこう回ってこうやるのはあれラートっていうんですけどもあれは飛行,飛行士なんかがあの無重力訓練とかそういうのに使うんだそうですけども。 で、その本部が古代らしにあるんですけどもね。あるいはその今、訓練用の道具だけで、スポーツ的なものは考えてないというようなことなんですが、あれをですね、スポーツ化したら面白いと思うんですよ。そういうものをルールを決めてスポーツ化することによってですね、野だから発信することができます。例えば、そんなこと言ったってなって話があるかもしれませんけど、皆さん、東京オリンピックでカーリングってのを今、あの、いろいろ注目を浴びてますけど、あれも、 寒いところのです、ね、冬の遊びがないんで、あのー、氷の上でこう球転がしてたらそれがカーリングになったわけですねそれが今やオリンピックの種目になっているということを考えますと一生懸命これやればオリンピックの種目にも私はなるんじゃないかなと思っておりますまあ実際これからいろいろと検討してみなければあのー、無責任なことは言えないかもしれません ですけどそんなことも考えておりますそれからもう一つ例えば蔵王川とかですね運河なんかもあってこの流れが非常に緩いところといいますかそういうところありますので例えば直径2メートルのビニールのボールの中にですね空気を入れてですねその中に人間が入ってあのコマネズミじゃないですけどもこうくる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 る回ってですね競争するそうするとそれが土手から見ていればね非常になんかね面白いということでねあのそういうものもスポーツとして取り上げたら あのみんな来てくれるんじゃないかなと思っておりますそれから例えばあのデイリーシェフといいましてレストランみたいな建物を野田市で作りますそれでその中に毎日でもいいですし2日にいっぺんでもいいですし、まあ、それは細かいところあとで具体的にしていかなきゃまずいですけども要するに中のシェフが変わるわけですね そうししますすと例えばプロの方も参加していいんですただし例えばイタリアンレストランの方はイタリアンレストランじゃなくて和食とか中華とかっていうことで入っていただくそれから一般の家庭の主婦で料理に自信のある方そういう人たちは例えばキッコーマンとかキノエネとかクボタ味噌とかそういう方と提携してコンテストをやってその中で勝った方に入っていただくとそうすると必ずこれ野田氏だけじゃなくてよそから来た人も参加していただくことによってこれ人間の心理として 私ね、今度いついつ野田のこういうレストランがあってそこで2日間だけそこで私商売やんのよ一日だけ商売やんのよみんな食べに来てよねっていうことになるとこれ野田,から野田から野田への移動じゃなくて他者から野田への移動ということも可能になってきますとにかく今5時過ぎてなんとなく本町通りなんかを通っていますとほとんど人が通っていないって。 これはもう確かに少子化と高齢化の問題があって野田市だけがうんぬんということではないんですけどもそんなこともございますのでなんとかですねいろんなことを企画しながら野田市が発信していくということそしてグッドアイデアを出してそれを広くみんなに求めること職員にもそうそれからあの市内の住民にもまたよかったら全国の人にそういうものをですねあの募集していい,い,い案があったら検証を出しても構わないと思うんですね そういうことで、あの野田じゃなきゃだめだというものを、一つでも二つでも作っていったらいいんじゃないかなと思っております。じゃあ、時間ですので話すときりがないので、じゃあ、答え終わりにします。はい、ありがとうございました。それでは、えー、続きまして、えー、根本さん、お願いいたしま,すえっとまず申し上げておきたいのはあ、今の野田市の都市の都市計画の中で、市街化区域と市街化調整区域。 市街化区域については、これ以上広げていかないというのを基本的なスタンスとしたいと思っております。ただ、今の市街化区域の中でも、まだまだ空いているところがたくさんございます。ここへどういうふうにして人を貼り付けていくかというのが極めて重要な話になるだろうと。それからもう一つありますのは、高齢化が進んできちゃっているということの要因の一つとして、なかなか同居ができない。 同居ができないというのは狭くてできないという意味じゃなくて通勤に不便であってできないとだから子どもと一緒にお孫さんが出てっちゃってるとこういう形で年寄りだけが残ってしまうというのが現状の野田市になってるんじゃないかと地下鉄8号線について運動しておりますがどうしても、えー、距離的には近いんだけども時間的に遠い野田市これを 時間的にも短くするということをすることによって、この市街化区域の中の空きの部分に人をいかに貼り付けていくか、また野田から子どもさんたち、お孫さんが出ていっちゃうのをいかに防げるかと、もちろん雇用の場を野田市に作ることも大切ですが、この話が非常に大きなテーマになろうと思っております。じゃあ、調整区域についてどうするのかということですが、私は里山、田園風景、 武蔵野の原風景が残っている、この野田市について、生き物がたくさんいる、生物多様性がある、まあ、そういうような場所にしていきたいと、まあ、そんなふうに思っております。そのことをアピールすることによって、野田市で老後を過ごしたい、さらに子育てをしたいという方が増えてくるであろうというふうに思います。私たちが今進めておりますのは、剪定枝を使いました、堆肥化を進め、 原価学肥料やの農業をやっておりますさらに酢を使って殺菌効果のある酢を使ってお米作りをしておりますこのことによって原農薬の取り組みをしておりますまあ、こういう形での取り組みを進めていくことで付加価値をつけてきておると農家の所得は上がってきております自然保護を目指す皆様にとってみれば生き物がたくさん戻ってきてよかったねという話になります 私たちもこういう仕事をやってきてよかったと、そんな気持ちになるわけですが、その三者が満足しているだけ、それではいけないと思います。市民みんながそれを進めていこうよという気持ちになってもらう、そういうふうにしていきたいと思っています。で、そのために、実を言いますと、シンボルとしてのコウノトリを飼育したいと、こんな話をしているわけです。コノトリとき。 一回絶滅しちゃったものです。この鳥はトキが佐渡で復活して自然界では絶対無理だと言われていた3羽の巣立ち1つのつがいからこれができたというのはそれだけ自然が豊かになっておる土壌やカエルがたくさんいるということですそういうようなところをこの野田市で作っていきたいんだ これを私はやりたいというふうに思っています。このことによって、我々の子供たちのために素晴らしい自然を残しておけるというふうに思っております。で、これについては、実はお金がかかりすぎるんじゃないかという指摘がございます。でも、この話については、実は私、市長になったとき、パブリックゴルフ場を作りました。ケアコース。あれはゴミ捨て場だった場所です。で、ゴミ捨て場をそのままにされたんじゃ、地主さん困りますよということで、 ゴルフ場を作ってほしい。ですから作りました。その結果、自然を壊してしまいました。それをですね、罪滅ぼしのためにということで、ゴルフ場利用者の方にプレーーで300円ずついただくことにしました。今、3億円のお金が積み上がってます。年間で2000万から3000万のお金が入ってきます。それを使って施設を作り、それによってさらに飼育をしていくと、こんな形の中で子供たちのために、 素晴らしい自然を残しておけるような、そんな形にしていきたいというふうに思っております。未来の子どもたちのためにこれをぜひとも実現したいと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。以上をもちまして、一問一答形式討論を終了いたします。それでは、ここで会場からの質問を集めます。係の者に記入された会場質問、質問用紙をお渡しください。 また、係員は速やかに回収をお願いいたします。 はいそれでは次にパネルディスカッションに移りますこれからパネリストの皆様に8つの丸×式質問を行いますお答えにくいものもあると思いますが必ず丸また×の旗を挙げてくださいまた会場の皆様も少しリラックスしていただくためにもパネリストの方とご一緒に丸×用紙を挙げてみてください では会場の皆様少し練習をしてみましょうでは丸の紙を上げてくださいはいありがとうございます続きましてツの用紙を上げてくださいはいありがとうございます、はいえー 皆様もリラックスできたでしょうかまた8問すべての回答をいただいた後で補足説明をしていただく時間がありますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは最初の質問です被災地のガれキの受け入れ要請がある場合受け入れるべきである お手元の丸またはツの旗を挙げてくださいはいありがとうございますはい被災地のがれきの受け入れという質問は意見が分かれたということになりました、はい、では続きまして次の質問になります野田市に新しい清掃工場は必要であると考える はい旗を上げてください。はいありがとうございます。では次の、えー、質問三問目です、えー。商店街活性化について具体的な政策がある。はい旗を上げてください。はいありがとうございます。 では、えー、次の質問四問目です。地下鉄八号線の誘致は野田市にとって必要なことである。はい、旗を上げてください。はい、ありがとうございます。こちらは野田市にとって必要なことであるということで、えー、お二方とも同じ意見となりました。<laughs> はい、では、えー、次の質問五問目です。 高齢者が住みやすい環境を提供できる具体的な政策があるはい旗を上げてくださいはいありがとうございますこちらも具体的な政策があるということでお二方とも同じ意見となりました続きまして質問は6問目です小学生の学力低下が叫ばれているが 画力低下に歯止めをかけるプランがある。はい、旗を上げてください。はい、ありがとうございます。はい、えー、では次の質問七問目です。当青年会議所では野田アングランプリ等を行っているが、えー、野田の名産は名産名産は観光や人の誘致の一要になると考えられる。 はい旗を上げてください。はいありがとうございます。最後の質問になります。これだけは他の市町村に負けないというものが野田市にはある。はい旗を上げてください。はいありがとうございます。 それでは、えー、回答された内容につきまして、えー、お一人、えー、各5分内での補足説明をお願いいたします、えー、今度は、えー、根本さんから、えーおね、よろしくお願いいたしますえっとですね1番目のがれきの受け入れの要請がある場合受け入れるべきであるということですがべきであるということは確かなんですけども罰をつけましたなぜかというと最終処分場がありません野田には。 ですからこれを受け入れると言っても、ただ単に燃やすだけという形になってしまいます。で、次のですね、新しい製造工場が必要であると考えるかどうかということですが、これは丸をつけました。今、セキアドの製造工場はもう約束ごとで、あと1年半で止まってしまいます。野田の製造工場、古くなってますから、いずれ壊れます。早く用意をしなくちゃいけないという状況です。 それから3つ目のですね、えーっとえーっと、商店街活性化についての具体的な政策ですが、私たち、具体的に言えば、先ほど申し上げた2工場の跡地、これを使うことによって、商業活性化施設を作り、さらにそこにです、ね、高齢者施設も一緒に作っていきたいと、まあ、こんなことを考えております。えー、次に8号線の問題、先ほど申し上げた当時でございます。 それから5番目の、高齢者が住みやすい環境を提供できるという話ですが、これについてはシルバープランに沿って私どもは今までも作っております。で、つい最近も、生協の空き家、空いてる部分を使ってシルバーサロンを作ってみました。これ非常に好評です。こんなこともやっていきたい。ただ問題がありますのは、この時に、えー、介護保険料を上げないようにしなくちゃいけない。これをですね、上げてしまってはいけないということになりますので、 入所施設と在宅の施設はバランスよく作らなくちゃいけない、こんな話になろうと思っております。えー、それからですね、学力低下の問題ですが、私、これも全部丸つけておりますが、今まで教育環境整備事業ということで、サタデスクール副教本、2学期制と、これによる授業時間の確保と、こんなことをやってました。思うように進んでません。ただし、ここで先生方が一生懸命努力していただいて、少しずつですから成績が上がってきています。 この努力を続けていくということが大切だろうというふうに思っております。でその次、野田ワン,グ,ンラグランプリに関連した、えー、野田の名産、観光、人の誘致。まあ、これについてはですね、野田ワングランプリ自体はなると思っておりますが、ただもうちょっと考えていただくといけないのは、自己満足に終わらないようにしてもらわないといけないと。まあ、ここら辺があろうかと思っております。それから、あ8番目の、 これだけは他の市町村に負けないというものが野田市にはあるかということですが、これについては、たぶん油だとか、枝豆だとか、関根金次郎だとか、鈴木貫太郎という名前が出てくると思います。それ自身もまさにその当時りだと思いますが、私がですね、他市って話をするときに、一番誇れるものと思っておるのは、市民との共同という言葉です野田では 自治会の皆さん方の組織をしっかり作っていただき、ゴミの減量を取り組んでいただき、社協の、地区社協の取り組みをしていただき、等々の問題で、この自治会活動が非常にですね、しっかりとした役割分担をしていただいております。行政がなかなかお金の関係で手が出ないところ、そういうところをしっかりとやっていただいている。さらに申し上げますと、 障害者団体の皆様方等々をはじめ当事者団体の皆様方が行政との話し合いの中で何が今重要でありどういうことを市の方に要望していくのか自分たちは何を役割分担としてやっていくのかこういうことについてですねしっかりと認識をしていただいてお互いの役割分担の中で仕事を進めてきております。 もう一つ申し上げますとキャリアデザインによるまちづくりというのを今始めておりますちょうど市民会館を中心にしましてそこの場所でそういう話を始めましたこれから定年を迎える皆さん方をですねどういう形で街の中のいろんな行事に参加していただきさらにいいまちづくりにしていただけるかそんなことをですねやっていけるそういうことがようやく動き出したということで 本当に素晴らしいそれが私は一番誇れるというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして高原さんお願いいたします。はい。えっ、ー、とそれでは一番目からお話しいたします。あの被災地は被災地の瓦礫の件ですけれども、まあ市長さんとある意味では同じようなもんなんですよね。やはり当然受け入れるというからには何でもかんでも受け入れるというわけではありません。でかなりのあのこちらで いろんなところでの分析を頼んでですねそしてあのこれならばいいだろうという範囲の中でまたそれよりもある意味野田氏は独自のその制限を作って低くするということでの、うん、受け入れということでございますただ今市長もお話しされましたように最終処分地がないっていうのはこれ非常に問題なことでございますのであの この問題は私もちょっと勉強不足で申し訳ありませんでしたがあの考えていかなければ当然参考にしていかなければならないことだとは思っておりますそれから2番目新しい清掃工場が必要であると考える私はもうこれ当然必要なことだと思っております生活の向上に伴ってゴミはいろんな種類のいろんなものが出てきますそういう中で例えばダイオキシンの 排出の,この煙やなんかのダイオキシンの問題も一時随分ずいぶん騒がれましたけどもそういうのもあのバグフィルターとかっていう,こう機械でそれを吸い取ってできるだけ外に出さないようにするとかっていうそういう意味での科学も進んでまいりましたしかしあのー、あれは毎日毎日そのもすわけですからかなりの温度になるわけですですから周りの炉のタイルもこれ痛みが激しいですので非常に耐用年数としたら まあ、あのそんんななにないんですねですからもうああいう意味じゃその耐用年数を過ぎておりますのでこれは当然あの必要なことだと思います商店街の活性化について先ほども私も触れさせていただきましたけれどもあのやはりイベントをやるそして費用をできるだけかけないようにするそういう中からあの人をとにかくよそから呼んでくるということが 必要なことだとだ思っておりますそういう意味から言ったら野田へ行かなきゃこういうのないよね野田へ行かなきゃこれ経験できないよねそういうものを広くアイデアを募ってそしてこの野田市というものをこの春日市場と春日部の間に入ってもうまるっきり沈んでしまったこの野田市をもう一回あの昔のようになるかどうかは分かりませんけども少しでも盛り上げて えー、商店街の雑踏の中で育った人間としては、それをやっていきたいと思っております。それから地下鉄8号線の誘致。これはもう、私はもう絶対し、ぜひ、あの、誘致に成功してほしいと思っておりますけども、現実問題として、つくばエクスプレスがもうすでに、大高の森から森屋の方にずっとつくばの方に行っちゃっておりますので、 そもそもの発想が第二常磐線という何十年も前に常磐線が混むんで第二常磐線を作らなければいけないという発想の流れの中でこう来てますのでなかなか国も費用が足らない中宿泊している中でまた県も財政的には非常に厳しい野田氏も、まあ、根本さんも一生懸命やっていただいておりますけどもこれはもう少子化と高齢化の問題も含めましてそして非常に厳しいそういう中で。 8号線の誘致が本当に成功してくれればいいなと私は思っております。だから高齢者が住みやすい環境を提供できる具体的な政策ということですけれども、先ほどコンパクトシティの話が出ましたけれども、それらと含めましてですね、私がちょうど市会議員の最後の時に一般質問でさせていただきましたけれども、ゴルフ場を一つ潰したらどうですかと、そしてその中にそのゴルフ場全体を 施設の環境としてですね、その中に例えばデイサービスの施設を作るそれから収容施設も作るいろんな施,工施設を作るとそういう中でですねそのゴルフ場の水もある砂もある芝生もあるというそういう環境を作ってそしてじゃあ例えば民営化するのにここはじゃあ 日医に頼む、これはベネスに頼む、これはワタミに頼むとかっていう中から、お互いに競争することによって、環境もより良い,いものそういう施設ができてくるんじゃないかなと、あ時間が少ないので、大変申し訳ありません。ありません。なんか中途半端な説明になってしまいますけども。そんなことで、えー、やったらどうだっていう質問をさせていただきましたけども、ちょっと時期が早すぎちゃったのかなって感じがします。それから、あの、小学生の学力低下ということで、えー、 今、野田市は非常に新しく越してきた方の若い奥さん方がですねこの前も夫婦喧嘩年中してるんですよって何ですかって言ったらあの野田市は学力が低くてしょうがないんですよねだからうちのお父さんと「もう野田に住みたくないわよ」って子供のためにはって言って。 喧嘩してるんですよって話をしましたけど、これも何とかしなきゃいけない。今、市長さんからも出ましたけども、なかなかこの人の問題ですから、思うように進まないということもございますけども、なんとかしていきたいと思っています。えっと、その次は野田ジャングランプリの皆さん。これはあの にになななるかならないからいいい非常に難しいと思いますだからイベントとしてプラスアルファをいっぱいつけていくということですね、それから他にこに市町村に負けないものが野田市にある、これはあの逆説的な言い方になりますけれども、千葉県の盲腸、僻地だったところを逆に関東地区の真ん中ということで、えー、イベントを発していきたいということでございます、終わりです、はいはい、ありがとうございました。 会場の皆さんもパネリストの方々の違いを少しずつ理解できたかと思いますそこでこれから互いに質問し合い議論を深めていただくフリーディスカッションを行いますお一人様10分の時間をお預けいたしますので,持ち,時間内での持ち時間内で質問してください質問されたパネリストはその質問に対ししっかりとお答えくださいなお答弁の時間は 質問される方から何分以内でお願いしますと指定してください。それでは根本さんより高原さんへ質問をお願いいたします。えっとですね、二点だけ質問したいと思ってます。まず一点だけ最初に質問したいと思いますが、あの実はですね、えー、この通りの施設があ鳥小屋であって一点五億円もかけるのは無駄だというご批判をいただいているようでございます。 あの実はお聞かせいただきたいのは現状ではあの田んぼでお米を作ったときに、えー、私計算してみたら、えー、10ある1田んぼあたり3万5千円の利益、えー、昨年の計算でいきますと今年米高かったからいいんですが去年の計算でいきますと1万5千にしかなりませんそうしますと10丁分作ってもですね350万高い時で安い時では100万にしかならない いう中で私たちは、今、私が進めてきたのは、黒酢を使うということによって、付加価値をつけていき、さらにそれに、コウノトリも住めるような場所におけるお米なんだよということで、付加価値をつけて、販路を広げていくということをやりたいと思っておるんですが、もしかして、このお話について、それじゃあ、もう農業については、それはしょうがないでしょうと。 お米作りは一旦100万円、100兆部やってもです、ね、100万円しか取れなくてもしょうがないでしょうとか、そういう話になるのかどうか、それとも農業施策について、もうちょっとお米が生き残るようなことが別に考えられるのかどうか教えていただきたいと思いまますす分分ぐらいいいいの間でででおお願願しし、はいえー、は高浜さん2分以内で答弁をお願いいたします。 先ほど市長の答弁の中にございました、もうすでに5、6兆の、あれから3億円のお金ができているということで、私も現職からはず外れていて10年経ちますので、そういう現状を私、存じ上げませんでした。あのですから、もう3億円たまっているんだったら、まあ、無駄なお金と言い切れるかどうかただ分かりませんけれども、ただ経済効果が5億円というふうなあの発表もされております中で、えー、じゃあ、この鳥が、 それなりの効果が5億円があるんだったらじゃあ、時はもっとあるのかなと思って佐渡の方に電話をして確認をしましたそしたら時における経済効果はどのぐらいなんですかねって言ったら担当者の方が出てきてありませんよとこう言うわけですねあそうなんですかデータ取ってないんですか取ってませんとこう言う。 でもあのなんとなく例えば、じゃあ、佐へ来るお客さんが増えたとか民宿を経営されてる方があの売り上げ去年よりも良くなったとかそういうことでなんか実感としてはないんですかったらああまあ、ありませんねっていうような話でございましたですから、まあ、私もちょっと未熟な成果その辺んの積算があの根本さんみたいにこう密にできなかったのかもしれませんけどもそんなことをちょっと話に聞きましてあの時でさえないのか。じゃあ この鳥どのぐらい本当に一生懸命やっても周りに商店街もないし愛鳥の鳥を愛する会愛鳥会ですかその野生のあれをあー愛鳥会みたいなの方が来るかもしれませんけどもまあ商業として冒険、えー 果たして本当に効果があるのかな、これはまあ確かにやってみなきゃ分からないことですから、ないとは言いません、ないとは言いませんけれども、これからなかなか大変なんだろうなと思っております、それからあのお米の問題ですけれども、お米の問題は、私はんなんて言いますか、これダだめだというふうなことで申し上げていることはなかったんじゃないかなと思います、ただ、場所が場所ですので、やはり気をつけてやっていただきたいと。 そしたら根本さんもあのあの毎年毎年検査してますから大丈夫ですよというのはお話でございますので、まあ、それはそれで、まあ、ここあ近年の間は大丈夫なのかなと思っておりますけどもただ、なんでそういうリスクを犯してまであそこでやらなきゃならないのかなという、まあ、素人の心配がございまして、あのー、話させていただきました。以上でですははい、はいありがとうござまましした、えー、それでは、えー、続きまして 高原さんより根本さんへ質問をお願いいたしますそれではですねあの1点だけ質問させていただきますあの今日本来ならば立候補予定者のもう一人の高梨守さんという方が本来ならば来なきゃならないんですけどもあのまあ逃げちゃったと言っちゃ申し訳ないですけども今日こっちへ来ないというような状況の中でこういうチラシをですね色々拝見しましたそれで まあ、あ好き勝手なこと言って私から見てもですよ。これは別に私を批判しているわけじゃないから、本来関係ないってもえば関係ないんですけども、あの、好き勝手なこと言ってるなというふうなことで思っております。そして、あの、その中で、市長さんにちょっと質問させていただくんですけども、えー、統括位置高い国民健康保険を統括位置安くというふうなことで書いてあるんですが、河野といの飼育をやめて、国保に投入したらどうだというふうなことが書いてありますけども、私なんか、 これが本当だとしたら、私、ちょっと議員の時に勉強不足だったのかなと思います。というのは、これはもう財政の運営が全く別なんですね、ですから、あ,のあっちのお金をこっちにとか、こっちのお金をあっちにとかっていう、勝手にあのできないんですね、そういうふうな決まりがあると私は思っておりましたが、まあ、大変勉強不足で申し訳なかった、市長にちょっと教えていただければと思って。はい、じゃあ2分でで、はいえー、それでは、えーでも 根本さん、2分以内での答弁をお願いいたしますあのですね、まず、統括日安い国交税にするということについて申し上げますと、野田の国交税を今、そこまで下げるのには、年間11億円のお金が必要です。今、野田市で3億円ずつ一般会計から繰り入れておりますが、さらに11億円必要である。ですから、2000万の飼育費しかかからないもので、 11億円のものももはとと。ても無理ですよとさらに申し上げますと先ほど罪滅ぼしでゴルフ場のプレー費の中から300円ずついただきますと自然保護を目的にいただきますという約束ごとになっています。従いましてこれは他の目的には使えないお金だということだということをまず前提としてある中で。 仮に使ったとしても11億円かかるんで、2000万では数十円下がるか下がらないかという話だということです。で、もう一つ、もう先ほどの経済効果の話だけ申し上げておきますと、実は豊岡では、えー、この鳥を見に来るという日帰り客が8万7000人おりますという統計が出ております。で、その方が1日どれだけ落としていくかと、豊岡にということですと、5000円落としていきますという話があります。 場所の違いはありますけれども、計算していただければ、4億数千万のお金をしていきます、さらにお米について言いますと、えー、実は60キロあたり2900円プラスで売れてます、昨年でいきますと5400円プラスになってます、ですから、それを300ヘクタールでやったら、これは数千万、8000万から、それからのお金が、それ以上のお金のプラスになってくるという経済効果が出るということです。以上です。 はいありがとうございましたそれでは次に会場質問に すみまませせんん大変申し訳ございません先ほど根本さんの方があが6分で来てしまったので、残り4分ありますので、お願いいたします,えっとです、ね、もう一問だけ聞かせていただきたいと思いますがあの、豆バスについてのご批判があるようでございます。で豆バスについては、えー、合併の時の経済効果、15億円ほどありましたが、 そのうちの6,800万円だけは赤字を出してもいいから運行しましょうということでやりました。コミュニティバスということでして、特に高齢者福祉のためにということでやってきているわけです。おかげさまで、えー、日本で成功事例の数少ないものであるということの評価をいただいているものでございますが、仮にこれをやめてしまったときの 交通弱者、特に高齢者の皆さん方の足をどういうふうにして確保していくのかということについて、教えていただければありがたいなと思っております、はい、これは残りの時間全部使っていただいて結構です、何分あるのかちょっと分からないんですけど。はいえー、それではあの残り3分ありますので、えー、3分でお願いいたしたいと思います。 それではお答えいたします、えーと。この豆バスに関しましては市内循環バスということで川島市長のときにも1回やらせていただいたという経験がございますそういう中でだんだんと利用者が少なくなってくる利用者が少なくなってくるといろいろ路線変更もしてそしてあの運行する便も少なくなってくる運行便が少なくなってくると利用者も減ってくる朝行ったっきり夕方までバスが来ない じゃあ、何のためにバスで行くんだというようなところも出てくる出てくることもあるところもあります、そして実際、あの有効に利用、今、市長もおっしゃったように、有効に利用されているところもございます、そういう中で、私は即やめるとかうんぬんというよりも、あのどうなのかなという問題点として定義したということでございます。それででももししなくした場合にとといいうことでございますけれども私はあの民間活力 を利用するという意味で、あの高齢者に対してのある程度、タクシーのー補助と言いますか、そういうものとの金銭的に、そろばん費用対効果というものを考えて、計算してみて、もう一回やったらどうだろうというふうなことを考えております、そうすることによって、えー、タクシー業界も少しは潤ってくるのかなというようなことでございまして、えー まあこれも計算してみなければわからないことですけども、あのそういう方法もあるんじゃないかなと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。えー、それではあの高原さんのからの質問が、えー、残り7分残っておりますので、高原さんから根本さんへ質問をお願いいたします。はい。 それではやっぱり高梨さんの方のこの疑問点の方からやらせていただきたいと思いますけども、ここに小中学生の学力を向上させるために2学期生の見直しというようなことで書いてありますけども、私はこの2学期生が必ずしもこの学力の低下ということではないと私は思っておりますけども、市長さんはこの2学期生が学力の低下を招いているのかどうかを考えているのかが一つと、それから 市の公共事業はすべて市内の業者でって言いますけども要するに、えー、それだけの資格のないところでも何でも市内の業者に、えー、任せなきゃならないのかということをここに書いてないんですがそういうことはあの大きな業者にされなければ技術もないというところにまた育成もしないで、えー、野田の業者にやらなければならないというタガをかけていいのかという。 ことでのその二点の質問を、お答えいただきたいと思います。残り時間でお願いします。はい、お願いします。えっとですね。まず一点目の二学期制の話ですが。先ほど教育環境整備事業っていうのを私始めましたということを申し上げました。あの時に、サタデースクール、サタデークラブ。さらに言えば、副教本を作り。少人数の学級にするために。 事業を少人数でできるということで講師をもう一人数学の算数の講師をつけていく、まあ、そんな形のことを始めてきましたなかなかうまくいかなかったんですけれども、まあ、あのこれを何でやったかといいますとちょうどですね学習要領が改変校になった時でしたゆとり教育というのをやりましょうということになりましたで学校週完全5日制 これれが実施された時で,したで私はですねそれをか見た時に私立の学校は土曜日も授業やってるよさらに言えば教育内容は前の指導要領に基づいた教育内容でやってるよこれでは結果としての平等は求めませんが チャンスの平等を野田市民の子どもさんたちに全部に持たせるべきだということから言うと不公平になってくる。だから土曜日使いたいよという気持ちを持ってサタデースクール土曜日に算数の勉強してもらいたいと、こんな話をしたんです。だけど、結果的にそれをやってもですね、結局のところ授業として正式の授業の時間が足んないわけです。ですから、 正式に学校の授業の時間を確保するためにはもう二学期制にすることによって少しずつですが夏休みの時間の前の方を切ることができるだとかあの学期の切れ目の時には必ずこう少しずつその時間が短縮になるとかありますそういうことを短くすることができる授業時数を確保しようということでこれで教育のですね レベルを上げていきたいということで始めた話ですから。まるっきり主張は反対じゃないかなというふうに思っています。それから。市内業者にすべての仕事をやらせたいということについては。実はですね。今から何年前でしょうか。金丸さんという副総裁がいました。ゼネコン職ってのがありました。あの時の最大の理由は何かというと。 指名競争入札というのをやるるから談合が起こるんだとだからやめなさいという話をしました。でもこれ難しいのはですね、市内業者の育成のためには、やっぱりですね、一般競争入札ってどこの社でも入っていいよってわけいかないわけです。ですから私自身は、最後まで指名競争入札にこだわりました。ところが、 千葉県内、統括地域ほとんど全部が一般競争入札制度にしてしまいました。私もですね、それ以上やってますと、市長おかしなことやってんじゃないかというような議会でそんなことまで言われましたんで、私は一般競争入札を投入しました。でも、できるだけ地元の皆さん方に仕事が行くようにという形でやってますから、今も実態としては、 8割9割それが地元の業者さんに仕事として言ってっるということですこれを全部市内の業者さんに任せますよって話をするということは、まさに金丸さんの時代に戻しますよということを言ってるのと同じだということを理解していただかないといけないというふうに思ってます。できるだけ地元の業者の育成を図りながら、そんな中でもです、ね、やっぱり怪しげなことをしているということにはならないようにしていかなくちゃいけない。 それが我々にとって必要な仕事だというふうに思ってます以上ですはいありがとうございましたそれでは次に会場質問に移り移りたいと思います集計の結果会場の皆様にご提出いただいた質問の用紙の合計は25枚となりましたが全部ご紹介したいところですが時間の都合上5問にさせていただきます まずはこの質問です子育て時代に選択される町にするために現状の課題と今後の具体的な取り組みはということですこちらの方は持ち時間が2分となっておりますので高原さんからお願いいたします これはあの皆さん方も毎日のようにニュースでやっておりますので、えー、ご存知の方も多いと思いますけどもこの大きな障壁といいますのは国の制度の中でですねあの厚生労働省と文部科学省との縄張り争いみたいなのとかも含めましてですねあのなかなか養蜂一体化のを含めてですね話が進んでこないということがございます。そういうい中で本当に子育てを 若いお母さん方が一生懸命やっている中で、なんとか仕事をやりながらも、子どもをちょっと預けたいんだよねっていう方のために、なんとか助けるためにですね、あの国に対して私は特区申請をしていきたいと思っております。そして、野田ではこういうふうにやりたいと考えておりますので、ぜひ、この省庁の壁を取っ払って、特区としてやらせてくださいということで、お願いしようと思っております。それはあの、 養老一体教育も一つ、一つあの養老一体改革というものも私、考えております。これはどういうことかというと養老というのは幼稚園の養と老人の老なんですがそのお年寄りの方が自分たちのお孫さんと接するような形で,です、ね、あの接することによってその表情がすごく穏やかになる子どもたちも日頃家庭の中で今、家族と言われる中でお年寄りに接する機会もない。 だから大きくなると年寄りは汚いとか臭いとかってよくあの言っておきそんな話がありましたけどもそういう弊害もなくせるで、おじいちゃん、おばあちゃんっていうその昔日本の原風景と言われます三世代あのオールウェイズなんとかのあれっても私も見て涙したんですけどもそういう時代の日本人の本当の良さってものをもう一度復古させてみたいなと思っております以上です。はい。 ありがとうございました。えー、続きまして、えー、根本さん、お願いいたしますえっとですね、まず保育行政の話を申し上げますと、先ほど申し上げましたが、野田市の場合に今、待機ゼロという格好です。きょ今年し2つ作り、去年1つ作り、保育所を作りながら、そういう格好をしてきました。学童保育所についても同じような形で11個作り,個作りました、えー。これで仕上げてきたつもりでおります。多分足んなくなると思います、これから。 それはさらに追加して作っていかなくちゃいけない。私はそれをやっていくべきだというふうに思っております。で、それを我々としては十分財源的な支援もしていきたいと思っております。で、さらにですね、えー、教育という関係から言いますと、先ほど教育の問題について、こういう形で努力してきたんだけど、なかなかうまくいってない。ただ先生方、うまく頑張ってきているので、少しずつ良くなっているという話をしました。さらに付け加えるとすれば、学校の力だけでない、 これは家庭の力と学校の力と地域の力、三位一体になって初めて教育というのがしっかりできてくるだろうというふうに思っております。えー、早寝早起き朝ごはんご飯というです、ねえー、キャッチフレーズが最近あります。さらに挨拶をしようよ、うちでも勉強しようよと、こんな話があります。家庭における教育というのがやっぱり大切だと、そこにおける習慣づけというのが必要だというふうに思っています。 でさらに地域の力、地域で今、学校を支援していこうということで、各中学校ごとに支援本部ができております。これをしっかりとです、ね、組織化して、学校に対するバックアップ体制をする、三位一体で子どもたちをよく育って,ていくということにすることが大切だと思っております。以上です。はい、いありがとうございました。 続きまして二問目ということでですね、教育政策についての質問ということで、小中学校等の老朽化の対策ということでアンケートをいただきました、あ質問いただきました。こちらの方は高原さんの方からお願いいたします。老朽化ということですけれども、老朽化 とというものをを意味を広く解釈しますと耐震の問題がもう必ず出てきます耐震対策をどういうふうにやっていくかということとあとは学校の統廃合ということもある程度皆さん方には不便かける時期も出てくるかもしれませんけども考えていかざるを得ない時期が来るのではないかなと思っておりますそういうその複雑な問題の中でですね 言っちゃうと、中途半端な説明の中で物議を醸してしまうんじゃないかなと思っておりますので、こう言うのがちょっといくらか怖いんです、怖いんですけども、と,まあ、とにかく、私は教育の基本っていうのは、読み、書き、そろばん、そして、囲碁、将棋、英語は発音、企業からっていうのが、私は、えー、教育の基本だと思っております。そんな中で、えー、老朽化の問題は、もうこれは、 将来を担う子どもたちの命を守るという意味から言ってもあの子宮にあの素早くやっていかなきゃならないあとはとにかく財政が大変ですけれどもこれはこれで何とかやっていかなきゃならないことだと私は思っておりますはいありがとうございました、えー、それでは続きまして、えー、根本さんの方からお願いいたしますえっと学校施設先ほど申し上げたんですがあ実は地震対策としては、えー、32棟 実は耐震補強がが必要なものが今残っておりますでこれについてさっき3年間でと申し上げました実は今年ですね、えー、2つしかできないんです耐震補強がなぜかと言いますと設計ができてないんです調査をして設計をして耐震補強の調査をして設計をして初めて工事に入れるですからこの調査と設計をですね 1>, 1年前にやらなくちゃいけない、今、慌てて始めましたんで、今年そういうことで調査設計を10個ほどずつやっていくと、で10個10個10個でやっていくと3年でできるだろうと、財源は合併特例債を使えるということの整理ができましたんで、まあ、これを使っていけばいいのかなと思ってます。ただ、全体的な老朽化の問題も確かにあります。建て替えなくちゃいけないところも出てくると思いますけれども、今やらなくちゃいけないのは、やっぱりこの耐震補給を急ぎたいと。 でさらに言いますと、保育所についても平屋だから大丈夫かなと思ってたんですが、やっぱりちょっと危ないところがある、これはもう一回耐震の調査をしなくちゃいかんだろうなと思ってます。で、学校の施設に戻りますが、トイレが汚いって話があります。様式化されてないよって話があります。まあ、これはですね、校舎内のやつをできるだけ早くやってしまおうという話をしております。その次に多分耐震強とを急ぐのと、その校舎内のやつをやっていくのということで。 郊外のやつがちょっと遅れますけれどもですね校庭のやつが、まあ、そんな格好でやっていきたいと思っておりますはいありがとうございました、えー、続きまして三、えー、問目ということでですね、えー、医療についてということで、えー、市内に、えー、公的病院がないが、えー、高齢化が進む中で医療体制の連携に関してどうかお考えしておりますかということです、えー、こちらの方は、えー 高原さんの方から医療体制、はい、医療体制、今、野田市ではあ、皆さん方もご存知と思いますけれども、市<お>、えー、立病院を建てない代わりに、小針病院に補助金を出して、えー、ある程度のベッド数を確保するということを、あ市側はやっていらっしゃいます。そうういう中からあの救急車で あ,のあちこち回されたということができるだけ起きないようにということで、えー、私もちょっと現職じゃないんでその辺の数字のつかみどころが今のところないもんですからあまり勝手なことは言えませんけどもあの野田氏としては、まあ、その辺は他の市よりもこうあちこち垂れ回しされるのが少ないのかなと思っておりますただ皆様方に話を聞くと高原さん野田氏は市民病院やらなきゃだめだよということなんですけども。 この皆さん方は、そないよりあった方がいいという気持ちでおっしゃるのかもしれませんけれども、どこの自治体でもそうですけれども、この人口が15万ぐらいの自治体で、ですね私立病院を作るということは、これ、大変なことなんです、この高齢化に伴っての医療費の拡大ということもございます、それとですね、あとはそのお医者さんの確保とか、看護師さんの確保とかですね、そういうものにですね、 あの東本清掃を走り回っている職員もいるというそしてその先生方を引き抜きに行ったりですねそれはもうんでその系統の大学病院の方の先生をとかんとかですねそういうことでとにかくあの経営しているところは人口が15万ぐらいじゃ多分 あの赤字で大変なな金額になると思いますこれ人口が30万とか40万とかになってくると、まあ、それでもあの大変だと思いますけども経営としてはなかなか難しいですけどもまあなんとなくやっていけるのかなというあの私の感想でございますそんなことですので、えー、私立病院よりもやはり今の制度の中で。えー その私立の病院、私立の病院よりも民間の病院に補助金を出してベッドを確保していくという方法の方が、私もあの今の市のやり方の方がいいと思っております。はい、ありがとうございました。続きまして根本さんお願いいたします。えっとですね、あの小林さんの話は今お話しいただいた通りです。でこれ以外に野田市の場合には木古マ病院という病院と。 あと野田病院という病院が北の方にあると。まあ、こういう形の形が大きな意味での医療体制だと思っております。で、私たちがですね、市民病院をどうかと言われたときに答えておきましたのは、キッコマン病院がどうなるかということで判断させていただきたいという話をしておりました。お話がございましたように、確かにお医者さんの確保が非常に難しい、医療スタッフが。で特に、医局制度が壊れちゃってからは、 勝手に教授がお前あそこ行けというのができなくなってしまってますからみんなですねもうい自分の行きたいとこしか行かないそうしますとどうしてもですね野田というところはお医者さん来たがらないですからこれが非常に難しくて市民病院を立ち上げた途端にその点で困ってしまうですから私たちとしては木駒病院をなんとか続けてもらいたいと思ってましたおかげさまで木駒病院が今建て替えをしましたでそんな中で 8月1日から動き出しますが、新しい病院が、一番ありがたいのは産婦人科です。亡くなってしまった、木駒がストップ、一回ストップしました産婦人科が復活するという格好になりました。しかも、周産期医療までやってもらえるという形になりましたんで、お産の問題が一番実を言うと心配だったんですが、これができるようになったという形になったと。 とりあえず体制は整ったというふうに思っております。あとは医師会との連携プレーの中で、どういうふうにして医療、サービスを向上させていくか、これが仕事だというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。えー、続きまして、4問目ということでですね、えー、財政についての質問がありました。税収、えー、税収収がががががが下下がるのが予想されておりますがもし税収が下がった場合に 何を削減しますかという質問です。こちらの方も高原さんの方からお願いいたします。何を削減しますかって言われてもこれ困るんですけども、大津今市長の方からもお話しされたように、あの費用対効果というものを大津考えながらですね、普段の普段の努力の中でやはりこれは無駄だろうと思うものを削減していくという。 こととの努力をやはりりまず進めてていいいかなななければならうないいうふうに思っておりますそして、トリアージじゃありませんけども、今やんなきゃなんないこと、今やってもいいこと、今やんなくてもいいこと、全然やんなくてもいいことっていう、ある程度のランク付けをこうする中でですね、無駄な費用をかけないで、いかに費用対効果というもので、うまく財政をなんとかその範囲の中で収めていくかという努力を絶えずするという、 お答えしか今とできないから何をっていうわけにもいかないと思いますけども。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、えー、根本さんお願いいたします。はい、えー、っとですね、まず重要なことは確かに無駄遣いをしないということです。ですから先ほど言いましたように行政改革はしっかりやっていきたいとまあこんな話をしています。ただ行政改革やりすぎますと例の事業仕分けじゃないんですが。 これもいらない、あれもいらないっていう話になってしまうといけない。やっぱり、人に対する温かみがある行政というのをやっていくためには、基本的にはサービスの質は落とさないという形でやっていかなくてはいけないと思っております。で、行政改革でどのくらいお金が出てくるかって話ですけれども、今実は私どもは、給料を職員の地域手当というのを9%を3%まで下げました。さらに、合併を 職員を220人減らしました。そういうような行政改革をする中で生まれてきたお金を使うという話をしてきたということをやっていきたいと思っています。で、そんな中でですね、我々の借金が、実は批判されてます。大きい借金だと。618億ありますと。全会計含めるとそういうことです。ただし、我々がお金を、仕事をするときにはですね、 できるだけ有利な借金にしようというふうにしてます。具体的に申し上げれば、臨時財政対策債というお金があります。これは100%国が返してくれます。合併特例債は7割返してくれます。ですから、そういう計算でいきますと、618億円が300億円になってしまいます。ですから、そういうような工夫をしていく、財源の工夫をしていくということが、財政運営のためには一番必要だろうと。 それによってサービスの質を落とさないということにしていきたいと思ってますはいありがとうございました続きまして5問目の質問ということでですねこちらはその他ということで野田市についてということで質問がありました野田市には自然や文化など多く魅力があると思いますが 野田市のデメ,リデメリットは何だと思いますか。こういう質問であります。そして、あの、先ほどちょっと順番を間違えてしまいましたので <laughs>。すみません。あの、根本さんからお願いいたします。えっとね、野田市のデメリットと言ったら何かと言われますと。一番、あの、先ほど言いました、私が一応言った話で。一番のポイントはやっぱりですね、東京から近いということでありながら。 時間距離がかかるということなんですこのことによってですねどれだけ我々がマイナスになっているか例えば文化に対するアクセスといっても確かにこ,こちらでいろんな公演をやっていただく文化会館でやりますそういうことをやってもなかなかですねスーパーなんとかと言われるぐらいの超一流の方というののものをですね見れるということになった時にやっぱり東京行かなくちゃいけない。 そのの時にに遠いといいとうのはやっっぱりり決定的ななマイナスになってまいりますですから、やっぱりこれはいろんな意味でのスポーツについてもそうだと思います。一流のものを見たいといったときに東、東京の国立競技場行こうといったときになかなか行けないという話になる。私はそれが一番ですね、野田氏にとってのデメリットだと思っておりますので、先ほど申し上げたような形で、 鉄道をととか引っ張っっ張てていいきたいという,ふうに思っているわけでつくばエクスプレスが出来上がりまして我々はその時に失敗しましたでももう一度答申はもらいましたですから今考えておるのはつくばエクスプレスからの分岐線を作ってしまうでしかもそれを道路と一緒に整備してしまうということにすると安上がりにできるということで。 まあそんなことをやっていくということが一番大切なのかなと思っておりますはいありがとうございましたそれでは続きまして高原さんお願いいたします、はいえー、野田氏のデメリットということですけれども今市長の方からもお話しされましたようにまさしく柏と春日部の間にどっぽりおこっちゃってですねなんかもう夕方になるとほとんど人手がなくなっちゃうというこの壁地感といいますかそれは 先ほどもお話しされましたように鉄道がやはり通っていないということが大きな問題だと思っていますそれからあとは江戸川と利根川とに挟まれたやはり皆さん方のイメージの中にある千葉県の最北端盲腸、まあ、そういうことでなんとなくとどのつまりだ,だよねというようなその感覚ですかそれをこれから払拭するために私はあのと冒頭でお話ししましたように この地理的な不利を逆に有利に持っていく。えー、他とのイベントを含め、他県の他人のイベントを含めてですね、えー、そういうものを広げていくことによって、あのー、逆にいろんなところから野田市行くとこういうのあるよねって。野田市に行かないとこういうの経験できないよね。ちょっと不便だけど行ってみるか。っていう、その人を不便さを感じさせないで来てもらえるところっていうんですかね。 そういうふうなアイデアをどんどん発信してまち、えー、づくり、商店街の再開発も含めてですねあの野田の市の再生化を図っていきたいと私は思っておりますはい、ありがとうございます以上で会場質問を終了させていただきますそれではいよいよ最終スピ,スピーチの時間となりました このコーナーではスピーチ終了後に皆様より大きな拍手をお願いいたします。持ち時間はお一人5分以内です。では高原さんよりお願いいたします。あ、そうですね。あのセンターのマイクにて最終スピーチをお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。昔ミュージシャンだったもんですからこういうた ここに立つとなんか一曲歌わなきゃいけないのかなって感じですしてしまいますけれども、今、あのー、本日はいろんな意味でその、なんか核心に触れる質疑もさせていただいてよかったなと、今回、私も参加するのどうしようかなと思っていたんですが、あ参加させていただいてよかったなと今、思っております、そして JC の方々も毎年毎年、こうやっていろいろ企画を込めてですね、えー、野田市の この姿勢を良くするために努力されているということに関しては、私はあのいつも敬服をいたしております、そんなことで、えー、私は今、政治経験が40年ございます、それで、市会議員としてお世話になったのが5期ございます、そういう中で、えーまあ、自民党の某議員の秘書からスタートしまして、えー、いろんな流れの中でやってまいりました。そして これからやはりみんなの党の活動もしている中でみんなの党ともこれから例えば国政に対して当選させていただいた時には末端の自治体の長として国に対していろいろ要望もしていきたいと思っておりますしそれから大阪維新の会の橋本さんともあの当選できたらということでございますけれどもあの明治以来の国のシステムこのシステムをなんとか変えて 日本の活性化のために私も努力をしてみたいと思っております、そして私も年齢ももう引っ込めようというような年齢かもしれません、ただ、私が野田で育ってお世話になった、この野田氏のために自分の人生の最後の,この市長ということで、まちづくりをもう一回やっていきたいと、私は今、決意を新たにしているところでございます。 どうか皆様方の、えー、いろいろなご判断を市の方に寄せていただきまして、より良い野田市づくりを、えー、共にやっていきたいと私は願っております。どうぞ、あのこれからも野田市の市政に対して、これ議会側も行政側も含めて、ぜひ関心を持っていただきたいと思っております。そして遠慮なく言っていただきたい。そして選挙の時には、 私の1票では大したことないということで行かないんじゃなくて、必ず行って、自分の意思を表現していただきたいと思っております、やはり多くの方に投票していただくことによって、えー、政治というものが変わっていきます、いいにつけ、悪いにつけ、変わっていきます、そのようなこともございますので、ぜひ皆さん、私は小さい時から、政治に無関心であっても、無関係ではいられないという、この信念をずっと未だに持っております。 そして残念ながら今までいろんな方と接してくる中議員の方で接してくる中にあこの人のためなら私命を捨ててもいいなと思う方になかなか巡り合えなかったとっいうことも現実もございます。ですからぜひ皆さん、 政治に関しては皆さん方が監視していただかなければそして残念ですけども勉強もしていただかなければならないと思っておりますどうかそんなことでより良い野田市のために皆さん方の一人一人のお力をこれからもいただいていきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますありがとうございますはいありがとうございましたそれでは最後に 根本さっきちょっと言い残したこともという話がありましたので申し上げなくちゃ、申し上げなくてはいけない点があります。えー、2つありますが、1点はです、ねあの、実は子どもたちのためにということを先ほど申し上げました、これはまずです、ね、現在の子どもたちのためにやらなくちゃいけない仕事が1つあるということがあります。 何かというと残念ながらホットスポットという場所になってしまいましたこの除染をどうやってやっていくかということおかげさまで今スタートをさせていただいて約4,000件ほど調査させていただきましたで4,000件ほど申し込みをいただきましたそのうちの700件を超えた部分ぐらい調査させていただきました私たちは 5センチで0.23マイクロシーベルトということで除ししままょうとつってます国の基準1メートルで0.23なんですが700か所を調査してみて国の基準で超えたのは4箇所しかないで私どもの5センチでやった時には8割が超えてたとこれは南の方からやってますからそうなんです北の方行けばそんなにはないです これはちょっと間違えないでいただきたいと。南の方で始めたんで調査したところ8割は0.23超えたところがありましたただしそのうちあったのは1メー,ター超えてたところで超えたのは4件しかなかったです我々は国よりも厳しい基準で子どもたちのためにこれを頑張っていきたいそれが1点それから先ほど申し上げました自然の生物多様性というのをいかにして確保していくか 私はふるさとという歌が大好きです。うさぎ吉いの山、小舟通つの。こういうふるさとを子どもたちのために残しておきたいんだという点がもう一点あるということを最後に申し上げておきたい。現在の子どもたちのためにしっかりした除染を行い将来の子どもたちも含めてこの野田市の自然を残し育てていきたいということが私の一番の希望でございます。 そのためにシンボルとしてのコウノトリということを申し上げたということでございましてこのことを共通のものにしてみんなが一緒になって自然を大切にしていこうという気持ちを持っていただければ非常にありがたいと思っております最後に一点だけお詫びを申し上げておきたい点があります何かと言いますと先日濁った水を出させてしまいしかも断水が長く続いてしまい復旧に長く時間かかってしまいました 広報体制が悪かったという話は先ほどの防災無線を急ぎますという話で作っていきますでそれじゃあ今度は同じものが起こったらどうするのという話になります高度浄化施設というのを作らなくちゃいけないんですが今残念ながら上花の浄水場にはありませんそれは北千葉の広域水道にもありませんただ北千葉広域水道は26年の9月になれば出来上がります今工事中だったものが出来なかったために間に合わなかったと。 キッコーマンの水道を野田氏が引き受けたのが昭和50年。大正15年にスタートしたキッコーマンの水道を昭和50年に引き受けました。その時70何キロの老朽管がありました。今もまだ老朽管のままほとんどが残ってしまってます。花輪の浄水場も,もう作り変えなくちゃいけません。花輪の浄水場を付け替え作り変えるときに 高度浄化処理施設設を作るるるとどうなななかかか億億の建設費ににプラス20億かかるこんな話になります今私が考えておりますのはこれはこれから皆さん方にもお約束をさせていただきたい話になってきますけれども北千葉に高度浄化施設ができるんだからそっちで浄化してもらっちゃうと花の水もとそうすれば70億置いてきますこの70億を使って 70キロに及びます間す、ねえー、老朽間これを全部、不設外しても60億しかかからない、そういうことをぜひともこの数年の間に決断させていただきたいと、まあ、そんなふうに思っております。以上でごござざいいまます。ありがとうございました。 ありがとうございました。<laughs> 以上で、プログラムはすべて終了となります。拙いファシリテーター役でございましたが、パネ,パネリストの皆様、会場の皆様、長時間ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。また、パネリストとしてご登壇いただきました、立候補予定者の皆様には、過密なスケジュールの中をご出席いただき、また真摯に議論にお取り組みいただき いただきましたことを心より敬意を表しますパネリストの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします